どうもこんばんは、中田敦史です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後はロト6の結果を今から確認したいと思います。それでは確認します。ロト6キャリーオーバーが3900万。だから1等が何口か出てるんかな。ちょっと確認します。よいしょ。1等が1口で2億円で、2等が7口で1000万か。まあ、とりあえず、数字確認したいと思います。まずはボーナス数字からやけど、11。ボーナスが11か。ああ、1回目予想してたんやけど、変更してんな、11。まあ、とりあえず、見たいと思います。購入してないけど緊張すんな。さあ、見ようか。よっしゃ、5。5。5はない。6。5、16。21はあるけど、35も出とるけど、あと1個、あと1個。こうやけど、16と19、16と19がない。2つ一致したけど、久しぶりに2つは一致したけど、桁違いか。惜しい。6が16だったら当選してた。21と35だけ一致してるな。あとはないもんな。6が16だったら当選だったか。まあ、それでも5等やけど。でも、久しぶりに2個一致したかな。ここ最近全く一致しなかったから、もうそろそろ当選来そうな感じするけど、まあ、とりあえず、気持ちを切り替えて、また、明日は一旦休んで、明後日土曜日からロト6の予想をしたいと思います。見ていただけたらありがたいです。まあ、ちょっと悔しいけど、あと1個一致したら、当選してたからな。まあ、とりあえず、今日はこれで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。よいしょ。